テレビとか見ててもずっと爪見るんで、顔とか見たことない。はい、この番組はいろんな方をゲストにお招きして、その人のお仕事とか、そのお仕事から学んだこと等々を、お聞きしながらみんなで学んでいくという番組でございます。今日のゲストは佐田悠希さんです。ネイリスト、はい、ネイルってこういい仕事だなって思うんですよ。必ずリピートするじゃないですか。そうなんですよ。自分に技術があってお客さんと信頼関係を結んで、あ、またゆうきちゃんにお願いしたいわっていうのが掴んだら、もうずっとこうそれが維持できるって。月どんくらいお客さんいるんですか。まあ、季節によってとかもありますけど、30人は基本。30人。俺のなんかで爪ってなんかね、ダメなの。いやいや、頑張っとる手やなって言ってるんですね。こうなんかこう、横広いじゃん。男の人は気持ちいいです。私もこれ爪なかったら横広いですよ。あ、そうなの、もうずっとテレビとか見ててもずっと爪見るんで、顔とか見たことないです。え、手が好きなの。手が好きです。好き嫌いがあるとするじゃん。はい。好きな手10、うん、嫌いな手0としたら、俺の手って何点ぐらい。男の手の標準5。5？ 5。どっちつかず。うん。小さくないけど悪くないくらいです。ゆうきちゃんとこう初めて出会ったのは、女性起業家の学びの場があるんですけど、そこに生徒さんとして来られて、でその時にこう最初に聞いたのが、すべてに失敗した女っていう肩書きで来たわけですよ。全てに失敗した女って何なんですかっていう話ですよ、まず。確かに。結婚失敗して離婚しました。あ、まず離婚。離婚しました。しました。はい。で、その離婚の直前に義両親と同居して、それも4ヶ月で飛び出しました。あ、義理の両親と同居して、もうダメだった。はい、4ヶ月で無理。で、離婚後に実家で、実家に戻りました。そう。と同居したけど、また4ヶ月で無理でした。全部喧嘩じゃないけど、飛び出しました。飛び出しました。はい、1、2、3。基本的に人と住むのが無理なの。はい、みたいですね。家大好きだったんですけど、なんかもう違うものになっとうなっていうのはめっちゃ感じました、母親とも。ああ、高校生とかそういう時は感じなかったけど、結婚して子供2人産んで6年間離れて戻ったら、もう家じゃなかったですね。でもあれなんでしょ、付き合うとすぐ同棲したがるんでしょ。はい。だって2週間会えないとか意味が。いや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 、それいや普通や。お互い諸事情あるやつ。義理の両親との同居、離婚とかありながらも、そうやって自分の大好きな手について、に関する仕事ができるようになったっていうのがすごいです。そうですね。アクセサリーもやし。アクセサリーも作ってる。作ってます。これ全部手作り。そうです。私のワイヤー遊びをしたりとか、まさくらが加工したりとか。器用やね。なんか、もう好きだから。好き、うん、やっぱ好きを極めさせたら多分早いですね。なるほど、うん。高校生の時にその大学進学をずっとしようと思ってたんですけど、その周りの先生というか全ての先生からどこの大学に行くとって聞かれるような位置にいて、もう期待がすごかったんですけど、毎日毎日聞かれて、あ、なんか鬱陶しくなってきたなと思うような時に、行きたくなくなってきたなっていうのを家でボソって言ったら、母さんから、いや、手好きやけネイルとかもいいんじゃないって言われて、えってなって体験に行って、楽しいってなってでした。自分の好きにしなさいって母さんから全部言われてました。全部決めさせてもらえない。ああ、それで夫いらない、義理の両親もいらない、そして、ね、できない。